皆さん、こんにちは。現役看護師の城です。本日は祖母の死についてちょっとお話をしていきたいなと思っています。えっと、私の祖母は介護士に殺されたと以前動画の方であげたんですけど、えっと、その通りで介護士に殺されたと今も思っています。では、それでは何で介護士に殺されたのかっていうところをちょっとお話ししていけたらなと思います。 えっと、私の祖母なんですけど脳梗塞の方になってちょっと介護が必要になったんですねでそこからちょっと介護施設の方に、まあ、入所みたいな形で入所をしてたんですけどご飯を食べる時にちょっとむせたりとかっていう症状みたいなのが出てたんですねそこでなんかまあ僕らが ご飯どうぞ食べてって言ってたら、まあ、全然食べれたんだけどご飯を食べる際にごほごほごほみたいな無性っていうのはやっぱりあってゆっくりだけどまあ口から食べれるっていう状態でしたまあそういったところでまあ1ヶ月とか2ヶ月とかっていうのは経ってたんですけど、まあ、ある日ちょっと電話の方があって施設からですね電話があって どうしたのかなーと思って電話に出るとちょっと急に心肺停止でちょっと病院に運ばれただからすぐちょっと来てくれって言われたんですねまあ僕らも何があったんだっていうことでまあとにかく病院に行くことしかできなくってまあ病院に行ったんですその時にはもうずっと心肺停止がずーっと続いてて心臓マッサージとかっていうずっとしてたんですけどまあもう 先生から難しいっていうことでまあ心臓マッサージの方をやめてくださいっていうことでまあ結局のところなくなったんですけど、まあ、先生からなんで亡くなったのかなっていうところの話の方をえっとしましたその時にえっとなんか結構人工呼吸している時とかっていう時に晩御飯が 出てたっていう状態で何ていうか結構結構な量晩ご飯が出てたって言ってて食事解除をした時に多分ものが詰まって窒息して死んだんじゃないのかなって先生からは言われましたまあそういったことを聞いてえー、なんでっていう感じで僕とか思ったんですよねなんかか僕らが食事解除するととまあ無精とかは たんだけど、がまだご飯が食べれる状況で、まあ、全然飲み込みとかもできるっていう感じだったんですよね。なのにまあ、ある日施設の人らが解除したら詰まるってなんかおかしいなって思ってまあ、次の日えっと。まあ祖母が亡くなった。次の日にえっとまあ施設の人とちょっとお話しするっていう機会があったので、まあ、ちょっとお話ししに行きました。その時にまあ施設の人に。 なんでそのど,どうしたんですかみたいな感じで聞いたんですよね。えっと、なんで詰まったんですみたいな話をしたら、えっと、なんか、ご飯を食べてたときに、えっと、まあ、祖母の方が、おばあちゃんの方が、もういらないって、もうご飯食べないって言って、部屋に戻りたいって言ったみたいで、まあ、部屋の方に戻ったみたいで、まあ、なんか、介護士さんも食べさせて。 食べさせてあげないといけないって多分思ったんだと思うんですけど、まあそこでまあ。なんかなんでか知らないけど、あのじゃあ部屋に戻ってご飯食べようかっていうことになったんですよね。まあなんかそこがちょっとよくわかんないんですけど、まあ部屋に戻ってご飯を食べようってなったみたいで、まあその祖母を連れて部屋のベッドに寝てご飯を食べさせてあげてたって言ってたんですよ。 まあそれはまあ,まあ食べさすのはいいかなと思ったんですけどまあその時に介護士さんが一人が部屋の人部屋で食べさしてもで他の入居者さんはまあ他のフロアにあのなんか食事するフロアみたいなのがあってそこに待機してたみたいなんですけどまあなんか食事介助してる時にまあ一回部屋から出たと部屋から出たらなんていうか心肺停止状態になっていたなって言ったって言われてなんか えって、そんな、急に心肺停止になるのみたいな。まあ僕らの感覚からしたらご飯を食べてる途中に結構入れすぎちゃって窒息したんじゃないのって言ったんですけど、いやいやそんなことはないみたいな。なんていうか、ご飯をあげてた、あげて、ある程度終わって、部屋から出たら窒息していたみたいな。ええー、みたいな。まあでも、その実際のところはまあ、 その介護士さんししか知らないしで僕ら,なん、まあ、僕らが「そうじゃないの?」って言ってもまあ臆測なわけで全然まあ実際のところはそんなことないよって言われてしまったらもうどうしようもないし、まあ、しかもその時介助していたまあ介護士さんっていうのは全然その話し合いとかには来なくってえっとまあ来てたのがまあ施設長さんとまあその 当時担当していた毛山ねの方が来てまあこう食事介助してた時につまらしてましたみたいなまあ私たちとしては、えっと、別に悪いことはしてませんと何もしてませんみたいなただ食事介助して終わって次の時にもう一回部屋に来たら窒息してましたもうすぐ救急隊員呼びましたっていうことで何ていうかそこになんか僕らとしてはハテナハテナハテナみたいな感じになって え本当なのみたいなことはあって、まあ、でも実際のところ、それを言っても、まあ、なんていうか、監視カメラとかがあるわけじゃないから、実際のところ、どうなのかっていうのはわからなかったっていうところで、まあ、僕らとしては、そうじゃないのって、憶測で言うしかないし、まあ、本当は裁判とかしようかなっていう話もあったんですけど、まあ、裁判しても結局、祖母は帰ってこないし、実際のところ、ちょっとわからないっていうことで、まあ 僕らとしてはまあ泣き寝入りじゃないですけどまあ結局何で死んだんだろうとかまあどうして死んじゃったんだろうかなっていうのは全然わからないまま、まあ、まあ結局それは話が終わってまあ、まあ、23年くらい経ってるんですけど、まあ、実際のところ結構まあ介護施設とかでえっと、まあ、食事介助中に窒息したとかっていうのはよく、まあ、ある話なんですけど まあ僕ら実際の当事者になって、まあ、すごいびっくりしてっていうところと、まあ、一番は何でって僕らがご飯を食べさせてる時にはそんなことはならなかったからすごいなんでっていうもう介護士ってやっぱそういったところのプロだとは思ってで僕らも任して祖母の方を任して、まあ、お任せしてたっていうところもあって、まあ、すごいまあ なんていうか悲しいし悔しいしなんかもっと違う施設だったらなとかってすごい思ったりもしてました、まあ、そういったことがあって、まあ、皆さんにまあ伝えたいことっていうかまあ何て言うか、まあ、こういう経験をしたからこそ言えることがあるのは、まあ、僕の祖母が入った施設が、まあ、グループホームで吸引、まあ、とかあと、まあ、介護士さんが。 はいるんだけど看護師さんはまあ常にいないところとか、まあ、先生がまあなんか月に1回来てくれるっていうところではなくって本当に何て言うかグループホームで入ってるみたいな、まあ、認知症の人がメインで入ってるっていう施設なんだけど、まあ、そこに入れてあげるよみたいなただまあ私の祖母は結構重症度も高いっていうか、まあ、介護が手がかかる人だった 状態で入ったっていうのもちょっとまあまあなんていうか結構介護士さんのキャパオーバーみたいになったのかなとは思うんですけど、まあ、まあ実際に介護士さんだけじゃなくて看護師さんが常にいるのかとか日勤だけでもいるのか日中だけでもいるのかとか先生は月にどれくらい来てくれるのかとか病院まで何ていうか すぐに対応できるのかとか、吸引の機会があるのかとか、そういったところは大事にして、ちょっと入居、まあ自分の親だったり、自分のおばあちゃんだったり、まあおじいちゃんでも入るときっていうところは、なんていうか、まあ考えて入ってあげたら、まあ僕らみたいにちょっと悲しい思いだったりとか、まあ悔しい思いだったりっていうのもせずに、えっと、まあ、 日々生活のの方を送っていけれるのかなと僕は思いま,すまあちょっと長くなってしまったんですけどまあ祖母はまあ死んでしまったんですけどまあいまあ、未だに僕としてはその介護施設のことを許してもないですしまあ自分が今介護士看護師っていうところであるので、まあ、食事の際には窒息させないっていうのは当たり前なんですけど、まあ、より最新の注意を払って 食事解除の方をしてますはいすいませんえっと今日はご視聴の方ありがとうございましたもし話の内容が良ければいいねやコメントの方待ってますあとチャンネル登録の方も待ってますそれでは失礼します